アグアビバさんの自己紹介よろしくお願いします。よろしくお願いします。アグアビバっていうのはポルトガル語なんですね。で、聖書から取られている言葉 でどうして聖書から取ったかっていうと、まず私たちがゴスペルバンドだから名前も聖書から取ってます、うん、ゴスペルバンドだそうです。そう、はい、でアグアビバっていうのは生ける水っていう意味なんですけど、聖書でどういう意味かっていうと、その生ける水が通るところは命をもたらすっていう、あの意味なんですね。だから私たちが行ったところを何かみんなが元気になったり、何か、ね、あのそういう何か歌うことによってその人が変化があることを願って、お父さんがつけた名前です。あ、素晴らしい。もうお父さんが誰かが、もうね、みんなね、すごい若くてね、どれがお父さんかいつもわからないんだけど、あ、お父さんなんですね。素晴らしい。よく考えられていて。じゃあ今日みんな来た皆さんはね、これで生ける水でこう元気になったってことですね。元気になってください。ね、はい。ね、聞いてね、ぜひね、モリモリになって帰っていただきたいと思います。そう。でも別に、私は、実はそんなに盛り上がるタイプではない。どんな感じでしょうかね。盛り上がらない感じ、難しいけど、どんな感じでしょうかね。静かな感じで。あ、でも今日は2曲ちょっと明るい曲を持ってきたの で、ね、ちょっと頑張ります。はい、頑張って盛り上げていただ。あ、そう、実はね、ご解任されてて。そうなんです、おめでたなんです。こんな寒いところで歌わせるなんてね、本当に申し訳ないんだけれども、本当にね、ちょっと先月本当はね、出ますかって話だったんですけどね、ちょっとね、容態が落ち着いてないということでね、その時はね、今月ようやく出ていただいたのでね、皆さんの温かい拍手でね、できるだけ会場を温めていただいて、じゃないとね、腰悪くしちゃうといけないのでね、よろしくお願いします。こう見えても、実はもう6ヶ月で。本当にちょっと待って、あんまり並びたくない感じだよね。全然見えない。え、もうちょっと太った方がいいんじゃないの。そう、自分でもそう思います。だから、見えない。全然見えない。本当だね、うん、でも見えないとね、譲ってもらいにくいね。そう、そうできるだけこういう感じで見た方がいい。こう偉そうな感じでこう ね、うん、ちょっと練習してそこら辺、ね、うん、ね、そうそう、実はあ、一応女の子です今のところ。あ、もう分かってるんだ。はい、そうか、途中でプリンって出てこないよ。そうだから、一応今のところ女の子で、うん、あ、でも男の子だね。そう、男の子と女の子だね。女の子で、そう、もう一人は姪っ子です。あ、そうなんだ。そう、あれ、この間のお姉ちゃんもめいっ子さんだった。お姉ちゃん女の子来てたよね、この間。誰が来たの。いやだ、誰、私、え、大丈夫、本当、うん、そうなんだ。じゃあ2人で、家族100人ぐらいいるので。え、どういうこと、ちょっと待って。お母さんが、9人か10人ぐらい兄弟で、で、ね、それぞれの兄弟が3、4人産んでるので、合計すると100人ぐらいいるんですよ。すごいね、うん、名前覚えるのが精一杯だね。そうですね。そうか、じゃあみんな似たような感じだもんね。そうですね。この間来たよねって挨拶したけど、無視されたから違うんだよね、きっとね。はい、分かる。その中のね、100人ぐらいの中のどれかのね、はい、分かりました。はい、どう、そろそろいい感じかな。ノーリアクションだけでいい。いい音ですね。はい、じゃあここら辺ちょっとお任せしちゃうかね。はい、じゃあアグアビバ